するんだ。静ヶ岳に上杉武田軍を退けた馬超たちは再び成都に向けて軍を進める。竹中半兵衛らの活躍で織田、北条、孫吾の後ろ盾を得た今、唯一の気がかりは魏軍の存在だった。繁昌に近づいた時、懸念は現実のものとなる。成都への道を塞がんと、その進路に魏軍が展開。さらに背後からも魏の国主曹操を率いる大軍が迫っていた。包囲される前に一気に突破しなくてはならない。討伐軍は成都を目指して進軍の速度を上げる。そんな中、馬超の眉間には深いシワが刻まれていた。魏軍め、もう追いついてきおったが、このままじゃすぐに包囲を受けてまう。ここは足を早めて一気に突破せにゃならんな。流行るなよ馬超。敵の指揮を取っとるのはおそらく曹操。お前が長年追ってきた一族の仇じゃが。分かっている。俺たちの目的は生徒にたどり着くことだ。ならいい。敵にはジョカという仙人もいるようですね。聖者を図るべき仙人が我らを邪とみなしましたか。ならばこの戦、私が参りましょう。闘争で正しきを表すのが上杉の流儀ですから。で、戦場に愛を刻みに参りましょう。背後を取られては反撃もままならん。ここは敵を振り切り、一気に成都を目指す。南西の道はすでに断たれてしまったか。北西の道より成都を目指すぞ。奴らはすでに袋のネズミだ。包囲を絞り追い詰める。報告します。曹操率いる敵本隊が接近中とのこと。我らは包囲されつつあるのですね。また限られる前に抜け出さねば。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。お見事な武勇にございます。踏ん張れ。関羽よ、貴様と俺は切り合う定めにあるよ。ならば、定め果てるまで打ち合おうぞ。タコトン、私の知略に勝てんとお思いか。俺が戦場で遅れを取る。いや、小さな敵将、打ち取ったり。
ことがそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。私の気力に勝てんと大盛りか。引くことがそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。我が君の敵は私の敵。覚悟していただきますわ。今日のところは降参ですわ。お見事な武勇にございます。聞きませんよ。ここを通すわけにはいかんな。んだ平八郎忠勝、押し通る。これで足を踏んでもらおう。姑息な真似を。こうもたやすく抜かれるとは慢心があったか。どうしたばあちゃん、一見にシワが寄っとるぞ。生徒へ急がねばならぬと思う一方、曹操の到着を待ちわびている俺がいる。すまん秀吉殿、やはり復讐の念を消すことができん。私の知略に勝てんと思いか。お女性とはありがたい。私の知略に勝てんと思いか。ことがそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。ことがそのまま負けではない。おう、やりますな。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。
お見事な武勇にございます。地獄に存ずる。ここまでくりゃあと少しじゃな。わしらはここでしんがりを守る。本体が逃げ切るまで踏ん張るで。するものだ、捨ておけんな。道を塞がれたか。ここは生徒に向かえん。現象を口にしながら一気に突くとは目指せ。それが肌の黒い幼女の本性。聖者の闘争にて吐く。これが上杉の流儀です。ならば見極めてやろう。闘争でな望むところですよ。理解できる。お前たちは何をなそうとしているの。各官ご苦労さま。武士は手はず通り落城へ向かう。やる。一つかにはあらん。現れたか曹操。逃げ道は塞がれ、後ろには大軍。これも敵の頭を潰すしかねえ。楽器に組する者らにその真意を正す。天使めい。あなたこそ楽器の協力者。少なく
正気は保っているようだ。もっと楽しみたいところだけど急いでいるんだ。魔長、あちらはそろそろ倒さねえんだな。参りましょう。だから止めませんけどな。今お前がなすべきこと、正義っていうやつを一回考えてみてくれ。終着至極に存ずる。お見事な武勇にございます。一段と冴えておいでですな。その武勇、時の果てまで語られましょう。世界が変わろうと貴様の恨みは消える。だがこの世界には貴様が必要だ。正しき義を貫くため、ひととき復讐の刃を収めよう。貫き進むのみ。かぐやから話は聞いた。どうやら我々の予想を超える事態が進行しているようだな。その鍵をダッキが握っているか気に入らんな。ダッキの後手に回るわけにはいくまい。人間の未来がかかっているならなおさらな。竜、信、剣士、
孫権、氏康、信長、皆に使いを送れ。これよりは全ての人が手を携え事態に立ち向かうのだ。全ての国が手を結ぶ漢城での勝利は良い結果を導きましたね。これで我らを阻むものはありません。ダッキは古市城に迎えるでしょう。いや、そう簡単には行くまい。ダッキを追うのは人のみではないからね。スサノオ、奴を止めるのは容易ではないぞ。それに、ダッキを信頼するのは危険だ。警戒を怠るな。